ジョルジョガレシオは、イタリアの判事、役人である。イタリアの果実の画集、ポモナイタリアーナなどを出版した。ポモナイタリアーナ・サボーナのフィナーレ・ボーゴで、法律家の家系に生まれた。1793年に、パビア大学で法律の学位を取得し、判事として働く。一方、大農園を経営した。サボーナがナポレオンに占領された後、1911年に、 サボーナの副知事に任命された。フランス第一訂正の崩壊後、ウィーン会議のジェノバの代表団の法律顧問を務めた。リーグリ共和国がサルデーニャ王国に併合されると、サボーヤ家のために働いた。有名な植物画集、イタリアの果実は160枚の手彩色の図が、付けられた著作で1817年から1839年までかけて出版された。 その他の著書として、フランス語で書かれた柑橘類や植物育種の理論がある。ガルジオは植物の学名で命名者を示す場合に、ジョルジョガレジオを示すのに使われる。ありがとうございます。